FM リベール高橋正樹とケッパッテ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここからはシンガーソングライター高橋正樹の番組に30分間お付き合いください。コーヒーが好きです。旭川時代は毎日コーヒーサイフォンで入れて落として飲んでました。手動ミルでゴリゴリと豆をひいて、器具の上に乗せて、下からアルコールランプで照らしながら、コポ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 と音を立てながら抽出されていく様を見てると、ああ落ち着くなって気持ちになります。札幌に帰ってきて3年経ちますが、今ではドリップコーヒーで飲むことが多いかもしれません。手軽に、そして美味しいコーヒーを飲むことができる。僕はあまり砂糖やミルクを使用はしないんですが、苦味と酸味、そしてキュッと引き締まる味わいが好きです。皆さんも何かと気ぜわしい日々が続いているとは思いますが、たまにはコーヒーを飲んでほっと一息ついてみてはいかがでしょうか。ということでいきます。今日もギター一本さらしに巻いて、高橋正樹とケッパッテ。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとファイトでよろしく。改めまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。高橋正樹です。先週5月28日は門別アリババ21さんでライブをさせていただきました。お店でのライブ開催自体も2年ぶりということで、その開幕当初といったらあれですが、高橋正樹ライブ、マスターママさんの三上さんご夫妻もお元気そうでよかったし、ご来場くださった皆さんのライブ中の表情もとても素敵だった。そしてオープニングのゆきえさんのステージも素晴らしかったし、いいライブだったな。終演後、お客様から差し入れをいただいて、海の町本場紋別のカニ、そしてつぶさし、美味しかったな。皆さんと共に作り上げた素敵なライブのひととき、本当にありがとうございました。大切な町、そして大切な人とをつないでいく歌、リクエストをいただいております。お世話になっている方、強いて言うならばラジオネームほっくん
さんからのリクエスト、聞いてください。心配ないよ。帰ってきたよ、何にも持たずに。あの日あなたに預けた私に、もう一度会いに来たよ。懐かしい街並み歩いてみれば、変わらないもの、大切なものを探してしまうけど、何もない空を見て無邪気に笑えた私に帰ろう。強がりを脱ぎ捨てたら、優しい笑顔で迎えてくれるよね。あなたがよく知る私に会えたら、心配ないよ。来なよ、何にも持たずに。あの日私が預かったあなたに、いつでも会いに来なよ。忙しい暮らしに疲れた時は、この場所で待つ人がいることを思い出してみて。何もない空を見て無邪気に笑えたあの日に帰ろう。束の間のあの頃へと歩幅を合わせて歩いてみようよ。私をよく知るあなたに会えたら、心配ないよ、心配ないよ。Thank you.
ここからはゲストとともにお送りします。オホーツク在住シンガーソングライターゆきえさんです。どうもこんにちは。こんにちは、ゆきえです。よろしくお願いします。初めてお会いしたのは2019年だから3年前でしたね。はい。あれはどこのライブでしたっけ？あれは女満別の。あ、そうだ。はい。女満別のライブ、ちょうど夏でしたね。そうです。あれ以来だから3年間結構高橋まさきの音楽に携わって、はい、来てくれてますね。はい。あのまさきさんのライブがあると聞けば前座よろしくお願いしますと。前座だ。僕は最近思うんですけど、上も下もないなっていうふうには最近思うんですけどね、うん、いやもうこの3年間でものすごい成長率というか、ちょっと生意気に僕言いますけど、ギター弾き語りが上達してきてますよね。そうですかね。1年、そう、まさきくんに会ったのはまだギター始めて1年ぐらいだったので、本当に弾けない音コードいっぱいあって、自分の曲もまだ作っていなかったので、はい、カバー曲を聴いていただいて、はい、あの時僕ちょうど心が若干病んでいた時期で、そうですね。で北海道にこんなにも素敵な伸びやかで透明感のある歌われる方がいるんだと思って驚きだったんですよ。ありがとうございます。そうなんです。毎日コツコツを目標に、少しでもこうギターに触る時間を長く作れるように、仕事から帰ってきてから練習を頑張ってます。日々コツコツと積み重ねていくというところも素敵だというふうに感じます。ありがとうございます。でインターネットの方の動きもすごいですよね。はい、各 SNS、 特に Facebook でカバー曲を、そうです、さまざまな方々の歌を歌われてる。はい。これはまた一つ練習にもなるんじゃないですか。すごく練習になります。こうギターの弾き方、歌い方、うん、そう、そのこの乗せるためにこう録画して自分の歌を何回も聞くんですけど、はい、やっぱりあ、ここがおかしい、ここがこの歌い方がおかしいっていうのがやっぱり録音して分かることってたくさんあるので、それでそこを何回も何回も練習することで、やっぱ弾けなかったところとかも弾けるようになるので、はい、すごくカバー曲っていうのはね、すごく勉強になります。うん、またコードの使い方とかも自分の中に発見できたりするんじゃないですか。そうですね。あ、この音綺麗だなとか、こういう音を次曲作るとき使いたいなとか思うと、ね、やっぱりそういう曲に合ったこうメロディーを作ろうとするので、うん、知らなかった、自分がこう知らなかったコード展開というか、そういうのも勉強になります。また新しい曲に生かされてきたりという。はい。で、まあ、曲もそうですけれども、僕のライブコンサートにもちょっと関わってくださった時がありましたね。はい。あれはちょうど去年の20周年記念コンサートの時、影穴やってくれたんですよね。そうなんです。当日会場にお越しくださった方は分かったとは思うんですけど、あれゆきえさんの声だった。そうなんです、ね、ちょっとやってみて。はい。本日は高橋真希20周年記念ライブへお越しくださいまして誠にありがとうございます。ね、いろんな声色を使えるという。そうなんです、うん、英語の歌とかもすごいですもんね。いや、英語はね、うん、なんでですかね。あれカタカナ振ってるんでしょ。分かんないとこはカタカナ振ってます。ただ英語って単語と単語のこう、ね、つながりみたいなのがあって、やっぱそこをこうつなげて歌うと英語っぽく聞こえるとか、そういうのはやっぱり聞きながら聞いて覚える、その音で覚えるんじゃなくて、なんていうか言葉で覚えるっていうか、こうね、分かる、うん、カタカナのつなぎで文字で覚えていくみたいな。そうです、そうです。でもライブの運び方もこう配信とかで結構流れてくるときちらっと見たりするんですけどね、集中してライブ運びをしてるなっていうのは感じます。はい。ね、仲良しの中でのライブと、うん、顔を知らない方たちが聞いてくれるライブっていうのは、ね、またちょっと雰囲気も違ってくるので、はい、どういう
どんな方たちがいるライブでも自分の一番を出せるように頑張りたいと思っています。いいじゃないですか。今後の展開としては、はい、ライブ決まっているものがありますか。はい、6月の12日の日曜日に豊田雄三さんっていう方のオープニングを網走の流氷館2階でやらせていただきます。素晴らしい。着々とライブの日程が決まって、でやはり大津区にとどまらず全世界、これから本当に期待大の注目のシンガーですよ、ね、CD も出されてるということで、はい、うん、まあ、ほぼほぼ僕が弾いてるんですけどね1枚目出させて、初めて出させていただいた CD は、はい、高橋正樹さんが編アレンジミックス、すべてを行っていただいて、本当大変でしたよ。はい、私もね、そのレコーディングの時にやっぱりこう自分の歌の甘さというか、うん、自分の歌のこう欠点っていうのを、分かることができました、はい、アルバムを1枚作る時に曲、当時5曲を作ってましたよね。その5曲を作りたての曲、まだ日が浅い曲をそのまま CD にしましょうね、はい、あれはすごいことですよ。もう1枚 CD を作るにはもう何十曲という中からどういう感じにしますかっていうコンセプトを決めてチョイスしていくのがまあ一般的ですけど、できた曲5曲じゃあ撮りましょうみたいなすごいなと思って、もう強制的に全て記念品なんで、まあ、勢いっていうのが大事ですけどね、でその後1曲また提供しまして、でこの曲を今日おかけしましょうか、はい、ね、あれは真冬でしたね。そうです、真冬の寒い中に、作りましたねなんかお花の曲が作りたいって言って欲しいとか言ってて、はい、で僕誰かにこう曲を書いたりするってことはほぼほぼないんですけど、はい、なんかこう女性シンガーが歌ったらどんな感じになるんだろうっていう一種の自分の中での試みもあって、でうまくハマったなっていうふうに思うんですけど、はい、ね、曲を大事にしますって言ってますよ。はい、そうなんですが、うん、まだねライブでは自分で弾き語りでは弾けていないんですが、でも弾き語りやってみればいいじゃないですかまさきくんのそのギターを聴いてしまうと、はい、やっぱりね、こうメロディーとか楽譜はあるにも関わらずやっぱり難しいんですよね、こうギターがね。なも簡単です。 Bm、AD、G 弾ければ分かってます分かってるんですけどそれをねちょっと弾けるようになるように、それもまた特訓の日々です。じゃあ最後に番組をお聞きの皆さんに一言、そして曲紹介をお願いします。番組をお聞きの皆さん、ゆきえです。オホーツクを中心にいろんなところでライブができるように頑張っています。高橋正樹さんに作っていただいた大切な曲聴いてください。ゆきえで椿とわの花。ということでゲストに今日はオホーツクのシンガーソングライターゆきえさんをお招きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
しやかにあなたに咲きたい永遠の花本当にありがとうございました。番組始まって以来初めてのゲスト出演の回でしたけれど、いかがだったでしょうか。直近の僕のライブとしましては、6月5日日曜日、札幌和フォーク酒場15の夜さんの2周年記念企画がスターライトさんという会場で行われます。15の夜さんのお店の一大イベント、15の約束の日スペシャル版が午後3時から、そして少しインターバルを挟んで午後7時から高橋正樹ライブが約2時間半、行われます。チケット料金は前売り当日ともに3000円、ワンドリンク以上オーダー制となっています。主催お問い合わせは15の夜マスター携帯まで 090-1529-4868 までです。お願いします。僕は講師ともにお世話になってきている15の夜さんの一大イベント、お祝いの気持ちを込めてしっかり臨まさせていただきます。そして来週からいよいよ東北の地へと入ります。3年ぶりとなる東北ツアーの開催、こちらも皆さんのおかげありがとうございます。頑張りますよ。今日は番組の弾き語りコーナーお休みしましたが、皆さんからたくさんリクエストをいただいてます。ありがとうございます。
がたい。一曲一曲しっかりお答えしていきますんで、楽しみにしていってください、はい、ということでこの番組も放送当日午後10時から高橋真咲 YouTube チャンネルで聞き逃し配信を行っていますので、何度でもお楽しみください。また番組に関するご意見ご感想ありましたら、どしどしとお寄せください。すべての宛先はまさきアコースティックmasakiacoustic@gmail.com までとなっていますので、よろしくお願いします。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋真咲でした。また来週、バイバイ。